ラック企業の裏話で一般の企業がお話しできないようなことをお伝えしたいと思います。今日のテーマは仲間の集め方です。本当にね、起業したてなんか働いてくれる人を探すのってめちゃくちゃ大変で、まあ本当に求人広告出しても応募が来ないんですよね。でまあ来ても本当に変な人しか来なくて、その中で働きたいって言ってくれるような人がめちゃくちゃ嬉しかったことを覚えてるんですけども、今思えばその働きたいですっていう人も、なんていうんですかね、言い方悪いんですけど、他で雇ってくれないからね、高校に来たっていうことがね、多かったんですけども、何が言いたいかというと、本当に仲間を集めるのが、すごい大変なんですね。で、やっと会社15年やって、仲間の集め方といいますか、あの頃に比べては、求人もしやすくなってですね、広告出せば応募も来るようになったんですが、それでも、やっぱ優秀な人を採用するっていうのはもうめちゃくちゃ難易度が高いです。で、この中で仲間の中でもさらに、なんていうんですかね、言い方悪いですか、分類するとですね、なんていうんですかね、がっつり付き合い方っていうんですか、大きく変わってくると思います。まず、アルバイトみたいな時間単位で、言われたことだけやる仲間。あとは、一緒に作っていく仲間ですね。リスクを負って作る仲間ですね。大きく会社になると、この二つに分かれるのかなとは思います。で、もちろん、やっぱ一緒にリスクを負ってくれる仲間を、いる方がチームっていうのは強くなりますんで、あとはですね、向いてる方向が一緒かですね、同じリスクを負う仲間だとしてもですね、向かってる方向が、違うとですね、揉めてばっかりなので、チームとしては機能しないので、なのでこの自分がね、目指す方向に一緒に行きたいと思ってくれる仲間をどうやって探すかっていうのが、非常に大変なってくるんですね。で、この最初は言われたことしかやらない、アルバイトみたいなところからリスクを負ってくる仲間っていうのも、一つのね、仲間集めの基準になるのかなとは思います。で、その中で今まで自分がやってきて、これが絶対必要だなと思ったことがあります。ぜひこれから何かね、挑戦しようとする人は参考になってもらえればなと思うんですけども、やっぱりこの口で何か説明するっていうのは限りがあるんですよね。自分がこういうことを目指してます、こういうことを大事にしてます、なのでこういうことを挑戦しますっていうのをホームページに書いたりするのは、当然なんですけども、その言葉が伝わるっていうのはね、本当に少ないですね。要はどこもかしこもみんなそういう言葉を並べてるんですよね。で、特にいいことばっか並べてるんで、そもそも読んでくれなかったりします。なので言葉で伝えるっていうことはもう絶対必要なんですけども、もう言葉だけじゃ圧倒的に足らないと。で、何が大事かっていうことを感じてもらうことなんですよね。自分が伝えたいことをまず感じてもらうと。なのでホームページとかも文字を読んでもらうためにデザインが必要なんですよね。なので文字だけで読んでくれるんだったらデザインなんて世の中必要なくて、文字じゃない、なんかいいサイトだなとか、読んでみたいなっていうところを感じてもらって、初めて文章を読んでもらえるっていうのがあるので、まず自分の言い分を言葉で理解してもらう前に感じてもらうっていうのがね、第一歩で大事になってきます。で、じゃあ感じてもらうために何をするかっていうと、これはもう本当に自分がね、選挙に出た時に学ばしてもらったんですけども、もう正しいことを言ってるとか言ってないかはね、もう人間どうでもよくて、必死に伝えてるかどうかっていうのが一番大事なんだなとは思ってます。なので、この必死にね、自分はこれを目指してるんだって言えるかどうか、
まあもうこの辺はね、ワンピースなんかもまさにね、典型的ないい例だと思うんですよ。ルフィが海賊王になるっつって、みんなね、その言葉はバカにするんですよ。でもこう悪い奴をやっつけて命かけてる姿に、みんなそれを信じてね、じゃあ俺もついていくよっていう、手伝ってやるよっていう風になるわけでして、これはもう本当に選挙も一緒でですね、もう雨の中朝早くから夜遅くまで、駅前に立って叫び続けてるかと、まあ、本当にね、あの立候補した経験者から言うと、まあ、公約なんか何でもいいんですよ。特に選挙なんかね、正しい間違いって人それぞれですから、何が正しいっていうのは分かんないと。でも自分が正しいと思うものを必死に訴えてる姿に、この支持者っていうのが集まるわけでして、なのでこれから自分が挑戦することに対してどんだけ必死に訴えるかっていうところが、まあ、仲間集めで一番大事なことなのかなと思います。でこの間6月19日にブラック企業の生誕祭ってね、会社の設立記念ということで、まあうちアイドルらもう所属してましたから、ライブをやってですね、私ハマノンも、まあ、出たんですよ。でその時に、まあ、うちがね、今回初めてゲームを作るっていうのを訴えてるんですけども、その中でゲームのテーマソングをね、まあ、最初に作って、声優さんがライブで歌って踊ってくれたんですよね。でそのライブを見たエンジニアの人が、あれ面白そうっすねって言ってくれたのは、まあ、めちゃくちゃ嬉しかったなっていう、まあ、本当にね、それまで企画書とか社内法でね、散々ゲームをやるって言ったんですけども、やっぱりああいうね、言葉じゃないところで伝えるものっていうのが、すごいやっぱ伝わる力って強いのかなとは思いました。でもこうやってやっぱり俺は言ってるだろうとか伝えてるだろうっていうのは、もう本当にね、発起人のただの怠慢で、もうできることはもう全てやって、なのでこのスタンド FM ですとか SNS ですとかブログですとか、何だったら漫画を書く、動画 YouTube 使う、ライブやるっていうところでやっていくと、やっぱりこの仲間がね、見つけやすくなるのかなとは思ってます。まあ、もちろん限度があるんですけども、もうちょっと思いつく限り、できる限りのことは優先事項を決めてね、これからも伝えていきたいと思ってます。はい、まあ、ちょっとね、これから作っていくゲームの CM とかライブの CM にもなるんですけども、まあぜひね、ちょっとアーカイブでね、ライブのところがまだあと1週間ぐらい残ってますんで、6月24日はね、そのライブを見ながら、僕と人事のゆいちゃんとダンスのエリー先生とですね、なんか反省会を振り返りながら、副音声的にね、ちょっと放送できたらなと思いますので、もしちょっとライブ見てみたいなって方があったら、僕のツイッターからちょっとオンラインのチケット買っていただけたらと思います。はい、なのでまあ、そんな感じでね、必死に、そうですね、言葉だけじゃなくて必死に感じてもらうっていうところが、やっぱ仲間集めの一番大事なことだと思ってます。はい、では今日はこの辺で、グッドブラック。